チェーン。美しさはすごいんだけどね、ワンちゃん。離婚になろうか、ワンちゃん。そうなのかい、ワンちゃん。はい、また今日も犯人はポンちゃんです。今日は、クロケンパパの布団でおしっこをしてしまいました。私の布団なかったからでしょ、ポンちゃん。ポンちゃん、ちょっと気をつけて。これ、この黒いの何かな。これ毛だね。どっちか、これは、これは、これは、ポンちゃん、ポンちゃん、しょ。おしっこはトイレね。おしっこはトイレ。今日普段と違っていたのは、夜遊ばせませんでした。ちょっとね、眠くて寝ちゃったんですね。泣いたら遊ぶが、ちょっと怠ってしまいました。さあ、明日また、なんだっけ、コインランドリーです。ポンちゃん。もう一つ、普段と違うことがありました。ここのトイレですけれども、大きいの2つ、小さいの2つがうちが持っているトイレなんですが、今日清潔にするために、大きいのを洗いました。そして今干しているところなので、これは子猫用というか、まあ一回り小さいのを2つになっています。そうだね、これも何か影響があるかもしれません。まあ病院に行ってみた方がっていう、意見もありましたので、少し、動物病院の方に相談はしてみようかと思います。行かなければ行けなければ連れていくと。まあでもちょっと違うような気がしますね。あと、部屋が寒いからというお話は、これも違っていてですね、部屋は、猫のために暖かくしています。まあ、暖かくしていても冬だからっていう部分は多少はあるかな。ただ、そうね、それと、どうも僕たちの感覚からすると、羽毛布団のふかふかな上でおしっこをすることが、気持ちよくなっちゃったんじゃないのかなと考えています。はい、こんにちは。そして悪びれる様子はありません。羽毛布団がなくなるにはあと2ヶ月ほどかかるかと思いますので、これから2ヶ月間攻防が続くかと思います。まずは夜遊ばせることだね。2人でちょっと頑張りましょう。ということで、画面に映ってないね。ポンちゃんを遊ばせることに、ああ、いいよ。なりました。遊んで寝てください。寝てね。でももう一回起こすのね。寝てくれたかな。
きますよ、ポーは。遊んで、遊んでって泣いて起こしますよ、ポーちゃん。ねえ、なんかさっきまだ。おしゃぼうよ。ほり、どうした？なんか起きた。いや、そんなことはないと思う。ごめんね、ちゃん。あとはポンちゃん、あの長く走るのが好きだ、結構好きだから、昼間とかもこの箱を開けていっぱい走らせるっていうのが昼にやるといいかもしれないね。うん、うん、楽しい楽しい、ポンちゃん、ポンちゃんね、ポンちゃん、でも朝のうちとかにやってるよ。ちょっと涼しくてもね、空気の入れ替えもした方がいいしね。ねえ、ポンちゃん。はい。ポンちゃんとポンちゃん。はい、6時半です。ポンちゃん。今日、お布団をまた、コインランドリーで洗ってきますが、まずはできることということとしては、トイレをまた大きいやつにすぐ変えるということですね。それから、そうね、羽布団の、扱いをどうしようかというとこですが、もうしばらくは、今日はですね、昨日今日とすごくあったかいので、羽布団なしでもまあ大丈夫かなというとこですけれども、すごく寒い日にはやっぱりないとね、とは思います。まあ羽布団がない季節になれば、問題ないのかなという気もしているんですが、その辺のところも合わせてですね、今日ちょっとまた動きます。トイレ覚えようね。ポンちゃん、今日は朝から、今まだ8時半、9時前なんですが、だいぶ暖かいんですね。外を歩いてもポカポカ日が照っています。ということで、ちょっとね、ポンちゃんのまあメンタルというか、まあちょっと全く本当にわからないので、できるだけ伸びやかに遊べるようにですね、日中は扉を開けて、その廊下部分だけですねは出るようにしましょう。今日だけね、暖かいから。そしてここですね、本当に1センチくらい、隙間を開けました。これで風も通って空気も通りを良くすると
というようなことにします。そしてコインランドリーも行かなきゃいけないですね。この小ぶりのトイレをですね、この大きいやつにまた入れ替えます。大きいものはお風呂場できれいに洗ってですね、今乾かし終えたところです。まずは汚かったら、大きさが違うんですね。よいしょ。これで快適なトイレ生活できるんじゃないですか。その前使っていたものの大きさと分かるかな。こうやって見るとそんなに大きさは違わなく見えるけど、容量としてはだいぶ違いましたね。今度はこっちを洗いに出します。ぽんちゃん、ぽんちゃん、トイレよろしくお願いします。それからコインランドリーも行ってきます、ね、もうでもお昼か、生放送が終わったら行ってきます。はい、ポンちゃんがトイレでおしっこしてくれました。はい、ありがとう、いい子です。逃げるとしてます。いい子だ、いい子。トイレでおしっこをする子はいい子です。ワンちゃん、ただ
ですね。できた？あ、まあまあうまいことかかってるかな。はい、さらに偉いです。偉いね。やっぱり大きさが大きくなるとやりやすいですか。いらっしゃい。